八王子権限は、大御国牛尾んの山岳信仰と天台宗、山王神道が融合した、神仏集合の神であり、日吉山王権限もしくは、五頭天皇の権族である八人の王子を祀った。神仏分離、廃仏希釈が行われる以前は、全国の八王子社で祀られた。三十番神の一神。音羽さんの司法である牛尾さんは、古くは、守保山と称し、 家の主が神々に発砲を備える山として、信仰された。牛尾山の山頂にあった牛尾宮は、比叡山延暦寺の鎮守であった、日吉山の五言言二十一社の一つで、山王の王子である八人の眷属神が、八王子五元として祀られ、千樹館の恩菩薩を本事物とした。また、牛尾を意味て、祇園少女の守護神である、小頭天皇が、 花しゅうとの間に設けた八人の王子かつ、眷属神が八王子権限との信仰も発展した。日吉三んの権限、あるいは五図天皇の八人の眷属神は、八方の各方位を司るとされた。災神信仰や恩苗道の影響で、病気や災厄を免れる、ご利益をもたらすと信じられた。平家物語には、比叡さんの図書によって、 八王子権元の神谷に倒れた、関白藤原氏通の説話が登場する。明治維新の神仏分離、廃仏毀釈によって、日吉三の権限、五頭天皇と共に、八王子権元も廃された。八王子社の多くは、日吉八王子神社、八王子神社、牛尾神社、などと名乗っている。ありがとうございます。